ワイルドだよね。ねえ、ワイルドですよね。増えるか、真っ黒になるか、これ子供たちにやってみるか。あ、でも7人でですもんね。ちょうどこれ乗るぐらいのシーン。結構でかいですね。ワイルド。そうするとやってみる。やってみますか。40% 引きだし、ワンパクじゃん。ワンパクっぽいじゃん。オッケー。トングないっすね、そういう。忘れちゃったんだよな、トングね。箸そこにあるけど。箸。あるよ。ここにいる。あ。さ。まずは。でっけ。あれだな。ワイルドだな。そこの袋の中に。うわ、すっげえ匂いする。ワイルドだな、これ。めっちゃやんちゃだな、これ。超やんちゃ。でか。顔のサイズと一緒。見て。アーリー、箸あげて。あ、手でひっくり返せるか。押さえてあげて。今、そういえばね。おお、でっか。でっか。でっか。大丈夫、網だから。網だから大丈夫だよ。網焼きだから。でっか、なんか。ゾウリぐらいあるんじゃない。肉ってハンマーで叩く人もいる。ああ。あれ、ハンマーじゃない。筋切り、うん、それででかくして、より高い。やっぱちょっと負けてますね。気まぐれクックさんとかに。すごいよね、情報がね。やっぱクッキングものね。料理好きだから。ステーキ1枚食べてみたんですね。料理好き。すごいよね。作るのもやさっきのなんだっけ。あおり、なんだっけ、目に刺すやつなんだっけ。目打ちのこと。ああ、なんだっけ、ヒラメとかのさ、鱗取るのなんて言うんだっけ。すき引き。すき引き、シュールな絵だな。そう、てかこっから刺してずっと火つけたもん。さすが違うね。これ肉焼けやがる。だから俺たちは肝心なことに気づいてない。俺たちは焼肉のタレを買うことを忘れてしまった。あ、買ってきてよ。タレ持ってきて、タレ。あそこに。あるよって。焼肉のタレ。俺たちは完全に忘れていた。ありますよ。いや、うわぁ、想像やった。いいのか、こんな裏でない役者たちは。裏でない役者たちが徐々に乗る。ヒートのタレで。焼肉の方がいい。そして、悪魔的だ。これなんで？すごいでしょ？どこに需要があるんですか？役者さんだよ。役者さんって知ってる？どうさ。テレビ出てさ、芝居する人だよ。めちゃめちゃいい顔してるじゃん。すごいよね。めちゃめちゃいい顔してる。違うでしょ？めちゃ受けちゃう。ね、これを見てみんなも役者になろう。そうだよ。ね。ハイジが分かんないから受けにくい。パンダ飲みにくい。すげえ。パンダ飲んでいいよ。子供が分かるところで行くと、なんだろう、本田圭佑とかな。サッカー。いろんな焼けへんかったわ。あー、T-ボーン。考えてください。すごいね、1万8000の。もういいじゃないですか、これ。1万8000の肉は。これ行きましょう。違うね。ちょっと一回ちょっと塩コショウしないと。あ、塩コショウ持ってきたっけ。うわー、いい焼き方だ、これ。塩、普通に滑るよ。すごいね、これ。シャトーブリアン。じゃあ、塩かけますね。出た。待ってる。入ってねえ。なんか突っ込め。かかってねえよ。入ってねえよ。あ、でもこれかかってますよ。かかってる。いいね。ね、8割出てるけどね。8割出てる。8割出てる。いいね。うわ、いいわ。来ました、これ。じゃあ、って言ってる、ほら。うわ、最高だ、これ。最高だ、これ。綺麗だ。よし、じゃあ、もうちょっとね、逃げちまいますから。さすがだね、やっぱ東京でね、お店やってるからね、やっぱこういうのお肉のあれが分かるんだよね。何、これ何だれ。甘だれ。見て筋おかしいな。シャトーブリアン歯がいらないんだけど、筋だらけだから。切れてる。こんなでかいシャトーブリアン焼けてる。どんなにでかい。なんか2トンの牛だってさ、2トン。これ牛はね、赤いところで食うだろ。そうそう、あ、いいな。でっか
ちょっとデカめにね、こう切ってね。おいい。雑に使うね。デカ切って。でもデカすぎる。ほら、ちょっと見てみよう。おいい。こんなん食べたことないだろう。硬そう。筋が、焼けてない。大丈夫。捨てて皮に、筋は。すげえ、噛み切れない。よし、食べるか、みんなで。はい。はい、じゃあね、ナマズ。ナマズ。焼いていきましょう。ドキドキする。くせえんだもん。ナマズ、ナマズやる。ちょっと、はい、ナマズ。ナマズうまそうだね。いや。焦げちゃう。ナマズ焦げちゃう。ナマズ。これはいいよ。こんな感じだったっけ。山山さんが仕事してる間に、めちゃめちゃバーベキュー楽しみ。いや、楽しいよ、これは。うまいよね。おいしい。ありがとうございます。じゃあ、とりあえずこれ食べましょうか。で、はい、これをやっつけてから。うまいよ、めちゃめちゃ。これ、投げはうまい。え？くせえ！くせえ！くせえ！本音なの？まさに、口の中が。これでいいや。はい、気まぐれクック、スタートでーす。うん、いただきますね。いただきます。はい、切れてる？切れてるの？そっちの力じゃないんだ。どう？美味しい？美味しい。本当？よかったね。硬い。おかしいのシャトーブリエンなんだけどな。美味しい。よかったね。チャンネル登録お願いします。うわ、これ。